バラエティ番組でも大人気の DJ クーさん、サングラスがトレードマークですが、その素顔が気になりますよね。そこで今回は、DJ OO さんについて、DJ クーが素顔画像、カツラ疑惑と歯がない説は本当なのか、など、みんなの気になる情報を紹介していきます。コンテンツ、ヒデ、1DJ クーの素顔画像が公開。2DJ クーはカツラ疑惑。3DJ クーの素顔は歯がないって本当。4DJ クーが素顔画像を公開。カツラ疑惑と歯がない説は本当なの。まとめ、DJ クーの素顔画像が公開。ダンスユニット、TRF のリーダーである DJ クーさん。帽子とサングラスがトレードマークです。しかし、なんとサングラスを取って素顔を公開したことがあります。と、日本テレビのヒルナンデスで顔を見て年齢を当てるという機械を試そうとした時でした。サングラスをしていると機械にかけることができないというので、DJ クーさんは心よくサングラスを取ってくれました。と、その時の素顔画像がこちらです。53歳の時の画像ですから少し前の素顔になりますが、可愛いって感じですね。DJ クーの素顔昔はイケメン。今はサングラスを外さない DJ クーさんですが、意外と過去にも素顔画像を披露していました。若い頃の DJ クーさんの素顔を見てみると、可愛いというよりかっこいい、という感じです。今の帽子とサングラススタイルの DJ クーさんも素敵ですが、若い頃の素顔の DJ クーさんは驚くほどかっこよい方でした。DJ クーの素顔に世間の反応、年を重ねた DJ クーさんの素顔画像には、かっこいいというよりかわいいという声が多いようです。つぶらな瞳がどこか憎めないかわいい感じを出していますね。よく、お年を召した方にも可愛いおじいちゃんやおばあちゃんがいますが、DJ クーさんもそんなおじいちゃんになるんでしょうね。DJ クーはカツラ疑惑。DJ クーさんの特徴といえば、帽子とサングラスの他に金髪があります。帽子の下から見えるあの長い金髪はカツラなのでしょうか。DJ クーさんのカツラ疑惑を検証してみると、潤いのない髪質の時と、ツヤツヤの綺麗な髪質の時があります。潤いのない髪質の時は確かに年齢相応の髪に見えます。しかし、ツヤツヤで綺麗な髪の時は、カツラかも、という疑惑が残ります。地毛にしては綺麗すぎる金髪です。また、別の日には金髪にオレンジ色が混ざった髪色をしていました。DJ クーさんは、時々、カツラというよりは、エクステやウィッグなどをつけて、髪色を変えて遊んでいるようです。潤いのない乾いた感じの白髪に近い金髪の時は地毛なのでしょう。遊び心で色々と髪を変えているのではないでしょうか。いつも帽子をかぶっているということから、ハゲていると連想して、カツラ疑惑が出てきたようです。アンダーバー、しかし、DJ クーさんの場合は、完全なカツラではなく、部分的におしゃれ感覚で髪を変えているとのことです。DJ クーの素顔は歯がないって本当。また、DJ クーさんには歯がないという噂があります。と。そこで、画像を調べたところ、綺麗に歯があるように見えます。ですが、横顔の画像を見ると、確かに歯がありません。虫歯を放っておいて抜けてしまったのでしょうか。娘さんは DJ クーさんのことを若作りしていると言ったようですが、やはりもうすぐ還暦ともなると歯が抜けてしまうのでしょうか。ということで、DJ クーさんの歯がない疑惑は本当でした。イケメン DJ としてはちょっとマイナス点ですが、DJ クーさんの場合は、これもご愛嬌ですね。合わせて読みたい、ビューダンサーの彼氏は前澤友作。高校プロフィールは、経歴がすごい、DJ クーが素顔画像を公開。カツラ疑惑と歯がない説は本当なの。まとめ、今回は、DJ クーさんの素顔にまつわる情報を紹介しました。愛されキャラの DJ クーさんの今後の活躍からも目が離せません。何か、新しい情報がわかりましたら、お知らせし